今回の企画は、意外と知らない、多摩地域にある立ち入り禁止区域、発生。警察の秘密施設や廃墟など、立ち入り禁止区域をご紹介。あなたはいくつご存知でしょうか？では行ってみましょう。まずは立川から。立川駅から車で15分。昭和記念公園の北側に隣接する、こちらのエリア。立川アメリカンビレッジ。米軍関係者向けに作られた住宅地。建てられたのは戦後の1950年頃。敷地内には70軒ほどの米軍ハウスがあり、現在も横田基地のアメリカ軍人さんや、その家族が暮らしているそうです。それでは早速、内部を覗いてみましょう。敷地内にある建物は、すべて平屋のアメリカンハウスになります。建物は密集しておらず、とても日本とは思えない光景が広がっています。道路の白線は、止まれ、ではなく、ストップ、ですし、手入れされた芝生の庭など、まさに異国の雰囲気がしますね。ここが立ち入り禁止区域の理由は、アメリカンビレッジ管理会社の、私有地となっているため。ただ、普通の日本人が住むエリアと隣接していますし、塀やフェンスで囲われているわけではないので、知らない人は、うっかり入ってしまいそうですね。もちろん、誤って入ってしまわないように、敷地周辺には、立ち入り禁止の看板が何箇所も掲げられています。ただ、知人や友人がここに住んでいれば、招き入れてもらうことは可能なんだとか。もし、そんな機会があれば、ぜひ入ってみたいところです。昭和記念公園といえば、巨大な煙突が3本ありましたが、2014年に撤去され、基地だった名残はほとんどないと思っていました。まだ、近くにこんな特別な場所があっただなんて、ちょっと意外ですね。お次は、あきる野市の山中から。その存在が、半ば秘匿化されている、こちらの施設。警察庁、秋川工場。こちらなんと、警視庁管轄の、火器弾薬の製造所。警察が使用する武器の、製造や開発、実験を行っているんだとか。それでは、入り口がどんな感じか、早速見てみましょう。周辺はフェンスで厳重に囲われています。ネット情報によると、施設内には完全装備をしている機動隊員が警備しているんだとか。フェンスには、立ち入り禁止の看板に防犯カメラもあり、普通の施設でないことがわかります。さらに入り口には、警備専用の派出所、秋田警備派出所が置かれています。フェンスの向こう側にあるので、気軽に入れる交番でないことは明らかですね。ちなみにこちらの管轄は、福生警察署になります。ただ、福生警察署の公式ホームページを見ても、ここの派出所は明記されていません。まあ、Google マップには載っちゃってますけどね。Google Earth で見ると、何やら丸い建物が、2つ見えます。どうしてこんな不思議な形なのか、気になりますね。周辺は山に囲まれていますが、もちろん、敷地全体はフェンスで囲われています。この辺りはハイキングコースになっているので、初めて行く人はびっくりしそうですね。なお、どういうわけか、周辺にはちょっと変わった企業が多く、創業100年、火薬を使った製品の製造、試験、処分ができる会社や、明治時代より銃や火薬商として有名だった会社、さらには JAXA の実験施設などがあります。こんなに集まっていると、どんなつながりがあるのか、いろいろ妄想しちゃいますね。お次は、京王線多摩動物公園駅から、車で5分。日野市と八王子市の境目にあった、こちらの施設。多摩テック跡。日野市で48年間も営業していた、遊園地の跡地。現在は、私有地のため、立ち入り禁止となっています。多摩テックは、1961年、ホンダが車やバイクの普及を目指し、開業。次第に、観覧車やカート系アトラクション、温泉施設などもオープンし、人気の遊園地へと変化していきました。20種類以上あった乗り物の中でも、子供に大人気だったのが、ゴーカート。子供を連れて行ったおじさま方も、多いのではないでしょうか。2002年には入場者数100万人を超えましたが、徐々に利用者が減少。さらに、リーマンショックの影響などもあり、2009年に閉館となりました。跡地では、明治大学が新校舎を設立する計画がありましたが、実現せず、現在は、三菱商事が所有。今後は、日野市の計画通り開発は行わず、地域住民のレクレーション、自然資源として活用される予定です。お次は、南武線、南多摩駅より徒歩10分。
稲城市と多摩市にまたがって所在する、こちらの施設。多摩サービス、補助施設。在日米軍専用の、レクリエーション施設。内部には、ゴルフ場やキャンプ場、ソフトボール場や、乗馬施設などがあり、敷地面積は、東京ドーム、41個分となっています。米軍の施設なだけあって、入り口の警備も厳重。周囲は、フェンスで囲まれています。外からは、中の遊具が見れますが、ワーニングの文字が、ちょっと恐ろしいですね。一般の人は立ち入り禁止ですが、米軍関係者の紹介があれば利用可能。ただ、入り口で、パスポートなどの身分証の提示が必要なんだとか。また、毎年夏に開催される交流祭、稲城フェスティバルでは、一般の人も入場可能。バンド演奏が行われたり、飲食店などが出店されます。ちなみにここは、戦時中に、旧日本陸軍が火薬製造所として利用していた場所。そのため敷地内には、至るところに、旧火薬製造所の遺構が残っています。ネット上では、地下に秘密基地がある、と噂されていますが、実際のところは、どうなのでしょうか。お次は、ちょっと離れて、青梅市から。心霊スポットとして、超有名な、こちらのスポット。吹上トンネル。1904年に竣工した、東京で初の道路トンネル。新しいトンネルができてからは使われなくなりますが、以前ここで殺人事件が起き、被害女性の幽霊が出るという噂が広まった結果、関東最強の心霊スポットとして有名になりました。以前は簡単なフェンスで塞がれているだけでしたが、老朽化が進み、崩落の危険もあったため、2009年に入り口を完全に封鎖。現在、中を通ることはできない状態となっています。さらに、トンネルの敷地が私有地となったため、完全に立ち入り禁止のエリアとなりました。なお、吹上トンネルは全部で3つあり、近くにある2代目吹上トンネルは、ホラー映画のロケ地にもなった場所。Google Earth で見ると、中には電気も通っており、現在でも徒歩や自転車の通行は可能。いや、心臓に悪。お次は、府中駅より徒歩20分。木々が生い茂っている、こちらの場所。米軍、府中基地跡地。別名、府中通信施設。かつて、米軍が管理していた、在日米軍通信施設で、敷地面積は、東京ドーム約 3.2 個分。現在は、米軍から返還され、すべて国有地となっていますが、使用用途は決まっておらず、敷地内は立ち入り禁止区域となっています。なお、すべて返還されたのは2021年と最近の話で、巨大なパラボラアンテナや通信用鉄塔などがそのままとなっています。さらに、窓ガラスが割れたままの廃墟などもあり、フェンスの外からでも見ることが可能となっています。こりゃあ、廃墟マニアの人が好きそうなスポットですね。お次は、東京の一番西側、奥多摩から。奥多摩湖の近くに構える、こちらのスポット。奥多摩ロープウェイ、三島山口駅跡。都内でとても有名な、廃墟スポット。もともとは、奥多摩湖の対岸へつなぐ観光用ロープウェイとして、1960年に開業。当初は、関東方面から、多くの観光客を集めました。しかし、近くに新しい橋が完成し、簡単に対岸へ行けるようになると、利用者が激減。運賃も片道110円と、現在の金額で1200円近くしたため、わずか4年で運休となってしまいました。その後、運行会社の大内観光開発は、なんと夜逃げし、設備を放置。結果、50年以上経った今でも撤去されず、廃墟と化してしまったそうです。ゴンドラは窓ガラスが残っておらず、一部床に穴が開いていたりと危険な状態。かなり狭いですが、36人乗りだったそうです。駅の内部も荒れ放題となっており、落書きも多数あり。過去に、地元自治体と東京都などで、撤去について検討が行われたそうですが、撤去費用などの問題により、計画は進んでいないそうです。ちなみに、緑が生い茂ってなければ、車道からもわずかに廃墟が見えます。そして、廃墟と奥多摩湖の間には、ロープウェイを運んでいた支柱が残されています。なお、この支柱がつなぐロープの先、湖の反対側には、川の駅という跡地があります。
もちろんこちらも、廃墟となっており、現在は立ち入り禁止。跡地へ通じる道には、危険を知らせる看板が立っています。お次は、八王子から。高尾駅から徒歩15分ほどで行ける、こちらのスポット。浅川地下壕。太平洋戦争末期に作られた、国内最大規模の地下壕。通常の防空壕ではなく、中島飛行機の地下工場として使われていた場所で、主に、ゼロ戦のエンジンなどを製造していました。内部は、い、ろ、はの3地区に分かれており、その総延長は、なんと10キロ。しかも、わずか半年で作ったというのですから、驚きです。そんな浅川地下壕ですが、現在内部は、ほとんど立ち入り禁止区域。ただ、い、地区のみ、月に一度、見学ツアーを行っています。それでは、その入り口を見てみましょう。まずはこちら。ここは内部が崩壊して、通行不可能な入り口。奥には、鍵のかかった赤い鉄格子があり、立ち入り禁止の看板もついているそうです。ちなみに、外の電柱に設置してあるのは、東大の地震計測器なんだとか。そして、見学ツアーで使う入り口は、近くにある民家の奥。こんな場所にあるだなんて、驚きですよね。なお、以前は、キノコ栽培業者がこの地下壕を使っていたそうです。この中だと季節に関係なく、気温を16度に保ってくれるんだとか。ただ、戦時中はこの気温のせいで、体調を崩す行員が多く、また、湿度が高いせいで、機械は腐食してしまったんだとか。そのため、作ったエンジンは、わずか30台ほどだったそうです。1999年には、中からダイナマイトなど、約3トンの火薬が発見されます。しかも、発見者は、テレビの取材で訪れていた、東野幸治さん。一時、内部は完全に立ち入り禁止となり、ダイナマイトは陸上自衛隊が撤去します。3トンという火薬は、戦争遺跡の中で、最も多い量だったそうです。ちなみに、八王子市内には、下湯気や、内越町などにも、戦時中の地下壕が残っています。戦争を後世に伝える、大事な遺跡として、今後も残っていってほしいですね。いやー、調べてみると、意外といろんな場所があるんですね。もし他にも、立ち入り禁止区域情報がありましたら、ぜひコメントください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。